どうも、あやかと、ひろで、キムチャンズです。どうも。どうも。チャンネル登録よろしくね。ピンピン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 ね。なあ、自己紹介したっけ？あ、この子？うん。この子は、ドラえもんでーす。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。可愛いけど、可愛いけど、意外と普通やったっていう。ねさて、前回は、ぼっちザロック10話目、文化祭出るか出えへんかで、結構、話はほとんど締めてたかなと思うんですけど、最終話出る方向になりまして、今日が文化祭、なんと当日でございますね。はい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 。これは楽しみやな。楽しみやね。私だってさ、文化祭どんだけ好きか知ってるみんな。知らんよ。知らんで。今でこそ正直、やり尽くしてたけど、多分、うん。小学校の時から運動会、こう自分で、なんていうかな、こう企画出せる年齢になってきた時ぐらいから、5年ぐらい、小4、小5ぐらいあたりから自我が芽生えちゃって、はいはいはい、そっから高校卒業まで全力で挑んできた私は。運動会も文化祭もなんかそういうイベントごとは全力で参加する側やったから全力の学校があるやねもうそうやな、うん、だからまあよく言えば学校に恵まれてたし相性も良かったのかなもしかしたら、はいはいはい、自分のやりたいことができる学校に全部行けたんじゃないと思うそれはでも幸せやね幸せやと思う、うん、マジ で戻りたいかって言われたら全然戻りたくないねなんでかそのやり尽くしたからまあそんな友達は多い方ではないんですけどでもなんかやりたいことはできたのでなんかこう見てて羨ましいって感じはないかもえあれでしょ文化祭はダンスも先だっけダンスも出たしバンドも出たってことでしょバンドも出たしあとクラスの出し物ってみんなあった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 それも全力でやってたし、文化委員とかもやってたし文化委員やった、うん、すごいなあのクラスの委員長とかは嫌やってんけど、うん、文化委員長やったらいいよみたいな感じのタイプすごいなうんそうそうやってたしやり尽くしてるねそうなんならあの最後の高3の文化祭の、舞台、それは演劇をクラスごとにやらなあかんっていう決まりがあって、もう演劇しかやったあかんかってんけど、歴史でね、その高校の。うんうん、私、ちょっと演技が嫌だったわけですよ。だから出なかったんだけど、うん、その代わり、歌で出たからね。BGM で私とかが歌った、私だけじゃないんだけど、うんうんうん、使ってもらったりとか、それぐらいこう、もう絶対私おるやんみたいな。すごいね。どっかにおるやんみたいなタイプやってんけど、うんうん、だからね、この文化祭の話はね、面白いね、個人的に。なるほど。うん。文化祭はね、まあ人それぞれ価値観がちゃうと思うんですけど、まあ、なんというか、大変やから意外と。ね。うん。で、その時に、その仲良かった友達の価値観が分かったりとか、うん、先生が協力的やったりとか非協力的やったりとか、いろいろ分かるやん。普段分からへんことが垣間見えるのもそういうイベントの時に分かるから、それも面白いのよ。醍醐味かなと思ってます。文化祭あんまり流行ってんの？あんまりやったけど、そういうバンドとかは出てたよね。毎年出たよ。そうやな、そういうタイプ。もう1年生からだった、3年、うんうん、高校3年まで。あれやろ、だから。普段すっごいおとなしい。私はまあそのまんまなタイプやけど、ひろくんは多分普段おとなしくて授業中寝てるし、何して考えてるかわからんタイプやねんけど、あ、そうそうそう。文化祭になったら、あれみたいな。バンドやってたんや、うん、っていうキャラ。もうぼっちちゃんに似てるな、それ。ちょっと。あれ実はそんな感じなのみたいなタイプやってんな。似てる気がする。しかもそういう時に限って結構気さくに喋るの、こっちも。あ普段喋らへんのにさ。立ち悪い。それは立ち悪いと思うし。そういう感じの話やったんですね、みたいな。いつもただ眠たいだけやねんな、みたいな。そうそうそう。なんか音楽に明け暮れて、悪いことに明け暮れてるから、夜中起きてて、昼間学校寝に行ってるってことやろ、それ。そうそうそう。そういう感じやったんで。悪いな。ね。まあ、ちょっとぼっちゃんと時代が違うからね、うん。かなり悪い時代の名残がまだあった時に学生やってんの。そうですね。だから悪いのが普通の時代やってんな。何の話や。前座が長くなったら行きますか、じゃあ。ね。はい、じゃあ、あらすじ。文化祭初日。にじかとりょうは一人のクラス、ん？あ、一人のクラスの、あ、メイド喫茶ね。言うたね、メイド喫茶。絶対可愛いやんな。うん、に遊びに来た。来たとともに不在の一人を探し、そうや、おらん言うてたやん。4人合流した後は文化祭を回る。そして2日目のライブに向けて準備を進めるのであった。あ、なるほど。え、最終回もしかして文化祭なの？ぽいね。まだ準備なんかな？ちょっと分かってないけど。2日あるってことやね。そうやんな。うん、なるほど。
ゃあ行きます、せーの、ポチ。楽しみ。いや、でかすぎやろ、フランクフルト。でかいな。なんかいいな。ちょっと懐かしいわ。修学高等学校って言うんや。修学祭、修学祭か。うん。なるほど。いいね。高校によって盛り上がり具合全然ちゃうもんな。うん。行くよみたいなの。うん。メイド。嫌で隠れてんのかな、メイド服が。あ、そらあな。確かに目立つよな。確かに。おもろい。素直なんがいいな。ダーウィンが来た、おもろい。そうやな。失礼。あの、かわいいのに。うん。やばいな。なんかデスペラードみたいな旋律の BGM やな。いい曲や。あら。あ、そういえば忘れてた。ギターヒーロー。ギターヒーロー忘れてたな。どうなんの？失踪。はいはい。はっきり言うね。そうやな、でも忙しいよな、バンドしててソロ活もしなあかんって結構やで。投稿してる人やったら分かると思うんですけど、どっちの世界もやっぱ行き来しなあかんかっていうのはね、めっちゃ大変よね。ネットにフォーカスすればいいんやったら結構やりやすいけど、うん、現実もあるやん。プライベートもやっぱ大事だからね、現実的に。ぼっちちゃんと学校もあるし、バイトもあるし、うん、あのバンドもって、それだけで普通いっぱいいっぱいに行くけど。そうそうそう。これな、私、夢が叶う人のな、基準な、若い時分からんかってんけどな、今やったら確実に分かんねん。うん、体力、うん。マジで。あの、笑い事じゃなくて。そんな単純なことって思うかもしれんけど、やっぱキャパが大きないと、無理やと思う。ほんまにほんまに。だって時間は平等やんか、うん、その中で叶えられる人ってタフやと思うよな、やっぱどう考えても。かすっごい頭いいかやな、ほんまに。じゃないと普通にやってたら無理やから。ギターヒーローはどう落ち着くんやろな、12話目まで、ね、それが気になるな。全然忘れてたし、途中まで覚えてたのに。おっと。お。危ないよ。お。
ナメックジ、カタツムリおる。捕まった。お、お。新鮮やね。うん。わかる。スイッチはあった方がいいな。オンオフは。うん。疲れちゃう。いや、お化け屋敷くん。意外と怖いねんな。怖いわ。学校飲んでもな、うん、クオリティ高いとこあるからクラスによっちゃ。あれ？あ、懐かしいやし、クレープ屋さんやったわ、そういえば。あ、そう。うん。美味しそう。高校の時。厳しいねんな、食品衛生法があるから。あ、そっかそっか。結構。いいやつとあかんやつの。あ、いい、これやりたいな。これぼっちちゃんじゃない。楽しいでしょ、ぼっちちゃん。メンバーにもよるもんね、これは。うん。のか。あ、悪いな。あ、メイド喫茶や。何？何？え？うわ。あれ？どうした？じゃ、坊ちゃん怖いって。うん、やってるよ。めっちゃお金になってなってね。いやなるほどなるほど。はい、奥深いこと言うね。うん、行くと思うよ再生数。これやな、だからビジネスか、うん、やりたくてやることとの違いはネタっぽく言ってたけど本質やね今の。普通のとかや。
出たよ。あきついな。うん。え？めっちゃ言わされてるやん。おもろい長いな。おいしそう、おいしそう。あ、おいしくなった。何？向いてるよな、キタちゃん。どうかしらって言えるのがすごいな。その根性ねえわ。すげえ。俺、りょうさん新鮮やな。うん。かわいい。ああ。似合うね。え、りょうさんすごい。何でも合う。うん。垢抜けてる感じ。うん。あ、うん。あ、ぎょうさん。はい。いいね。やっぱ。何？学校ですから、うん、お、うん、あ、ここでやるね。めっちゃザ体育館やね。うん、懐かしい。うん、でかいよな、うん、普通に大きいで。お、うん、あ
ターね。いいお父さんお母さん、うん、MC。 なるほど、確かに。それは違う。それはバンドによる。まあ分かるけどな。アウェーな時はむずいな。練習。どうしたの？なんか言おうとしたよね。うん、キタちゃんが体調悪なるとか当日。どうやろう。ちゃうか。あ、終わり。うん。何よ、気になる。うん、いいことよね。うん。臨機応変にするしかないね。うん、理想は理想やからね。うん、それに近づければいいんでしょうけど、うん、おお、お、当日ですか？緊張してきたってこと？緊張してきたね。へえ、あ、すごい、コンサートみたいになってるやん。服装。ユウたちね。まあありえるよな。トラックアメリカにね、なんか。うん、なるほどな。なるほどな、アメリカンにしてやろ。作るし、結束バンドしてるやん、黒。作れる。楽しもう。いいね、いいね。
あ、リップロールしてる。あってやつ。発声ね。いやー、緊張するな。もう、暖かいね。うん。キタちゃんすげえ。まあそらそうやんな、友達多いねもんな。お、お姉ちゃん。お。おお、いいねいいね。暖かいね。お父さん泣いてる。お。ああ。大丈夫。あ、この子ええわ。やばいんちゃう？飲んでて大丈夫？これはやばいよ。うん。なるほどね。わかりやすい。おお、終わりか。嘘。なんや。いいとこで終わった。そういうこと？いやー。そうですか。何やろな。もうあれが気になっちゃないわ。あの前日のリハで。なんやろ、でも自分が思ったんは、うん、あのどれぐらいの期間か分からへんけど、うんうん、2人で練習してなかったやん、もう。あー、なるほどね。だからめっちゃうまかったんじゃないかなと思って。びっくりしたみたいな。多分。あー、なるほど。分からんけど。そうかも。伏線回収しようもたそれやな。りょうさんが教えてたっていうの、うん、なんかレッスン代高いよって言ってたやんか、りょうさんが。そうやな。なんかそういうことなのかなと思って。自由的な面かなと思って。うん、なるほどなるほど、わかりません。でそれの答え合わせが最終回ってこと？うん、北さんがちょっと本気出してきたんじゃないかなと思って。そうやね、最初はだからうん、うん、あ、危ないタイプやもんな本来、うん、あの言い方に語弊がないようにしたいけど、やっぱり楽しいのが好きな人っていうのはそう、ね、一種危険性もあって、楽しいのが好きやのにこんなはずじゃなかったってやめる人結構多いから。そうね、軽音部もそうやで、うん、結構やめる人多いし、なかなか難しいからね、うん、楽しそうに見えるけど大変やからね、うん、もちろん音楽だってどの世界も大変やけど。なるほど、そうか、夢中で見てたけど普通に23分見てたんや。じゃあ最後なんや次が。ほんまや。嫌やな。終わり。もっとさ、うん、11話まで見た割には曲をそんなたくさん聴いてない気がする。そうやねん、そうやねん。もっと曲を聴きたいかな、うん、演奏を。最後はもう演奏ありきやね、もう。うん、演奏見なあかんな、うん、多分だから今までは多分プロの方が、この言い方しんか分からんけど、うん、そんなこうなんていうかな、あえて手加減して弾いてた部分っていっぱいあったと思うから、最後演奏かっこいいんちゃうかなとは思うねんけど、うん、ねえ、まあでもアニメやからそのめでたしだけでは終わるとは思われへんし。なるほど。伏線っていうか こんなでもあれじゃない、何話もさ、うん、もうワンシーズン過ぎてフルやんか、うん、そんなん久しぶりじゃない、そんなアニメ見んの。あ、私が、うん、久しぶり、うん、子供の時とか嫌じゃない。久しぶりっていうか、うん、さあシーズン全部見ようとかって思って見たことは一回もない。あ、そうでしょ、うん、だからあずきちゃんぐらいやって。あずきちゃん、ちょっとマイナスに分かる。あずきちゃん知ってる人いたらコメント欄にコメントくれません。私友達になれると思うね。あずきちゃん、あずきちゃん、もうほんまに面白くて。だいたい多分同じような反応じゃない？
男の子は知らんやろな。女の子は知ってんじゃない？もう日常をただ描いてるだけやけど。いや、それぐらい、だからまあ、あずきちゃんと、ぼっちザロックぐらい、真剣に、最初から最後まで、夢中になって見てるの。まあ、あとはね、カードキャプターさくらとか、セーラームーンとか、まあ、いろいろあるよ。ちょいちょい見てたのは。でもそれは、テレビでやってたから見てたってだけであって、コナンとか、クレヨンしんちゃんとか、そう、王道なるやん、ちびまる子ちゃんとか。わざわざ、さあ見るぞっていうのは、あずきちゃんとぼっちザロックやから。だからそれがすごくびっくりしてるねんな、自分の中では。アニメあんまりやったからね。そうそうそう、そう。アニメの良さが多分分かってなかったんじゃない？うん。あとは、これは一個多分感じてる人は特に女子はいると思うし、男子はちょっとそれ分からへんかもしらんから、うん、あえて言うんですけど、ぼっちザロックで見やすいなと思うのは、ストーリー置いといて、うん、絵のタッチが、なんて言ったらいいか、エロティックじゃないのよ。ああ、なるほど。私はエロティックに描くアニメが増えたと思うね、昔より。はいはいはい、だいぶ。で、アニメのクオリティとかの高さとか、ストーリー性の高さとか、緻密性とか、そういう精神性を描いたところとかはすごい好きなんですよ。日本らしいなって思うし、伏線がいっぱいあったりとか、うん、裏テーマがあったりとか、メッセージ、裏メッセージがあったりとかするっていうのはすごい好きなんだけど、やっぱ需要なんかなと思うんですけど、音楽と一緒で、その、需要を追求しすぎて、ビジネスを追求しすぎた結果、エロ、なんかちょいちょいエロティックに感じるタッチの時が、アニメに感じてて、10代の時から。だから嫌やって。なんか、あずきちゃんとか知ってる人はわかると思うんだけど、ちびまる子ちゃんとかは、もちろんエロティックな体型じゃないやんか。だから見れんねん。知らんねんけどね。ちびまる子ちゃんわかるやろ？ちびまる子ちゃんは、子供の話やんか、うん、だけどやっぱ10代を10代後半だから思春期超えてきたあたりのアニメを描く時のそのタッチにより私はアニメ嫌いになっちゃったところは正直あります、うん、それは認める、うん、でもぼっちザロックはまあ基本的にこうそういう描き方せえへんやんか、うんうんうん、それが見やすいっていうのも正直あるさらっとしてるねなんか、うんうん、恋愛系の話は出てこへんしそもそも、うんうん、それが個人的には見やすい確かにこれはでもちょっと男の人に共感得れるかどうかっていうのは分からへんけど男の人でも感じてる人はいるかもしれないそうやろね嫌な人もいると思うし、うん、その作品に没頭したいのにそういう風にしないでほしいっていう人もまあ一部はいるんじゃないかなと思うんですけど、うん、ぼっちザロックはそうじゃないから見やすい個人的には自分的にはそうやなやっぱそういうのはそういうのなんか分けてほしいなんか、うん、いいね音楽音楽の話みたいなそうそうそうなんか見にくいやん時にやっぱフォーカスしてるしそうそうそうまあこれは個人的な意見けど。そうそうそう。見やすいもんね、やっぱその方がね。だから老若男女人気になったのは、それもちょっとあるんちゃうかなと個人的に思ってる。確かに確かに、うん。誰でも見やすいっていうのはやっぱ大事やと思うそうかもね。うん、ほんまにこういう歳選ばへんっていうか、うん、ね。嫌な思いもしないし、うん、そういう点で。確かに確かに。そう。だから、まあそれがフィギュアになるとどうなるか私は分からへんけど、フィギュアになるとより、それが増す時があるじゃない、ね、この話じゃなくて、このアニメの話じゃなくて。だからちょっとそこは分からんけど、まあ、私のちょっと、なんていうのかな、ひねくれた見方なんかもしらんけど、ちょっとそういうポイントで見てますね。フィギュアはよく見てきましたよ。昔ゲームセンターで働いてたから。ああ、そっか。あるやろ、そういうのいっぱい。あったあった。それが苦手でね、私。そうなんですよ。でも、それがないからこそ11話まで見れたんじゃないでしょうか。なるほど。はい。はあ深い話をありがとうございましたもう終わりみたいなうーん集大成やねでもやっぱり最後やしこれさあのさ関係あるようなないような話で申し訳ないんだけどさ、うん、まあ最終回はそれで盛り上がると思うから、うん、今忘れのうちにあの思い出したこと言いたいんだけどさ、うん、文化祭いっぱい出てたって私言ったやん、うん、で結構高校の時とかも普通にいろいろ活躍してたって言ってたはずや言ってたやんか言ってたねいやねんけどな。さっきステージ立ってる、あの、結束バンド見て思い出したけどな。うん、後日どうやったみたいな。あの、この文化祭で、まあ、じゃあバンド組んで弾きました、はいはい、って。で、高3やったかな高2やったかなちょっと忘れてんけど、高3やったらだいぶショック大きいねんけど、うん、高1じゃないねん。多分高3やねん。だからもう、3年弱歩んできた最後の文化祭かなんかで終わった。はい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 記憶が間違いじゃなければなんかあのバンドどうやったとかこのバンドどうやったっていう会話を友達同士とかでするやんでその噂とか聞くやんか、うん、でその
本人から聞いたんじゃなくて、人捨てで聞かされたのが、うん、てか、いちいち言うなよって、余計なこと言うなよって話やねんけど、その私の友達も。うん、その学年で結構かっこいい男の子がいて、はいはいはい、まあいっぱいおるやん。こうランキングとかあっても、うん、なんか今思えばね、あんまり良くないことなんでしょうけど、うんうんうん、それの上位になるような、まあイケメンの男の子が同級生やで。私は知ってんねんで、うん、その子のこと。でも喋ったことがないわけ、はいはいはい。で、その男の子が一言、高校3年間一緒におったはずやねん。ただクラスは一緒じゃないねん。うん、で、その男の子が言ったのが、あの人は先輩って。多分あの人は後輩って言って。やばない意味わかるこれ。なんか同級生じゃないって思われてん。だいぶショックじゃない？もうだから文化祭っていうのはそれぐらい破壊力があると思ってる私は、うん、逆に言えば普段は接点もないし興味もなくても舞台に立つことによってそれだけまあなんていうの覚えてもらえるっていうか、はいはいはい、知らなかったけど同級生とも思ってなかったけど実はあの同級生でこういうタイプの子がいたんやっていうのがまあ知れたって話なんやけどこっちからしたら文化祭に出な知られへんぐらい地味やったんやと思ってそういう意味自分はでもいい思いしたかも文化祭ライブとかした後にバンドで、うん、それまではほんまに喋ってくれなかったりした人とかも喋ってくれるようになったというかそうやねあのよく寝てたんですけど授業中わかるわかる。後ろの女の子とかすごい仲良くなって、へーあの先生とかがなんか当てそうになってきたりしたら、うんうん、起こしてくれたりとかさ、うん、そうそうそう。なんか怖い子じゃないって分かったからかな。そうそう、すごくなんか絡んでくれるようになったというか、はいはいはい。とっつきやすくなったんや。そうそうそう。そういうのはあったかもしれない。うん、そうやねんな。なんかこう人前に出て自分のまあ恥じゃないけど、うん、恥を晒すようなものなんですよステージ立つっていうのは。そう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 。あのかっこよく見せようとすればするほど空回るから、結局ありのままで出るのが一番なんですけど、うん、ステージって、ね。そのありのままを出した瞬間に人がやっと興味持ってくれるっていうのが分かる。それはあるよね。うん。うん、ある。だから、あの、ぼっちちゃんも、10話目の時に私、勢いで行った方がいいねんって言ったと思うんだけど、うんうん、それは友達できひんって悩んでるぐらいなら、悩んでないならいいねんけど、悩むぐらいなら、マジで勢いで出てしまった方が友達はできるよってことが言いたかった。そうそうそう。認知してもらえるよって。それで、あ、なんや、なんかおとなしい子で、あんまり喋りたくないんかなと思ってたけど、すごいかっこよかったよって言ってくれるのが絶対出てくるから、ちょっと周りが無理やり、あの、出したっていうのはすごい言い流れやったなとは思う。そうそう。それを言いたかった。恵まれてるよね、そういう意味は。恵まれてるな。ね。恵まれてると思う。受け身すぎるねんけど、周りのおかげよな、これは。そうやな。まあ、本人は本人でネットでは受け身じゃなく、こう、能動的にやってるからね。別に悪いことではないねんけど。人によるもんね、見せ方はね。夜な、夜な。まあ、やったらやっぱり、ね、その、ネットの方が早い。ネットの方が、早いって思われてるね、ほんまにね。あと、めっちゃ重要なシーンあったやん。あの、りょうさんがまたお金の目になったシーン。あの、ぼっちちゃんが、すごい、稼げるかもしらん、みたいな、あの、ちょっと、肌露出して、ギター弾いてみた。あ、水着か。水着着て、ギター弾いてみた。あ、絶対再生数行くと思う。行くね。私も。今行くね。あと、高校生っていうのも行くと思う。うん、そういう、パワーワードあるやん。高校生とか、水着とか、うん。あれはね、結局、あれしたら、じゃあ、まあ、再生回数行きます。ある程度、認知されます。じゃあ、人気出ます。でもそれって自分のやりたいことなんてやっぱみんな悩むと思うよな、うんうんうん、全員じゃないかもしれないそれであのお金を稼いで成功したって思える人もいればいや私がしたいのは別にこういうことじゃなくてもっとこういう音楽でこういう身なりでっていうこだわりがあるとやっぱりそれビジネスにつながらへんかったりとか、うん、両方両立させるのがプロやと思うよもちろん、ね、あの需要と自分のやりたいことをミックスできる人が本当の意味でプロやと私も思うねんけど全員が全員そうしたいわけではないから、すごいりょうさんの言ってることわかるなと思って。やっぱりね、見てもらわないと話にならへんというか、うん、やっぱ埋もれるやんかどうしても、うん、ね、やってる人が多いからやっぱ、うん、ね、割り引いて考えれるならいいと思うんですけど、うん、まあ見てもらうためにやるっていう、うん、ね、難しいよね。難しいね。それはだから。見てもらうためにやり続けた結果精神病むっていうのもあるからな、ね、自分にも嘘つきすぎて周りに利用されすぎて売れたは良かったけど、うん、すごい自分をなくしてしまって見失って病んでしまうと意味ないしそれやりたかったことではなくなるやんそれって、うん、病んじゃったらやりたいこともできなくなるから自分の話で言ったら初めにやっぱこれ被っちゃったら
おかげでずっと被らなあかんくなっちゃったっていうのもあるよね。悩んでんの？悩んではないけど、そういうことやん、だから。一緒かな、まあ、まあ、まあ、うん、まあそれを被ってる意味とかもちゃんと考えて被ってるからね。そう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 。まあ果たして意味があるかどうかはわからないけど。まあ、まあまあ、そういうことですよ。そうやな、ね。何か自己プロデュースじゃないですけど、考えて、しかもそれが自分が納得できる形なのかどうか、そしてそれが需要とこはね、合致するかとかいろいろ考えると難しい。でもやりたいことをやると、それでは生きていけないから、結局仕事はしなあかんしとか。そうやな、結局それやねんな。難しいよな、ほんま。やりたいことやってるだけじゃ、うん、多分まあ、まれやんね、それで成功するって。するんじゃない？でも一曲だけじゃないとか、なんかそういう感じになっちゃうんちゃうかな。ずっとってのは無理。考え、思考力が大事っていうか、やっぱり、うん、ね、常に考えてることが大事よね、やっぱりね。うん、ビジネスなんて一人ではなかなか、そんな大きな成功を手に入れたいのであれば、一人では無理やから。ビジネスのプロがついてやっとそこからが始まりだと思うんだけど、ね、うん、難しいね、まあ、でも規模感にもよるけどね。規模によるよ、うん、あのもうだから国民全員が知ってるようなっていう話になってきたら、うん、まあ無理やから、その自分たちだけとかっていうのは、うん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 、だからりょうさんみたいな考え方の人はいていいと思うってことが言いたかった、うん、いや、だからいなければ絶望やと思う。友達で同士で楽しくやればいいやんって、それやとなっちゃうし、やりたい曲じゃあやっとけばいいやんってなっちゃうけど、りょうさんは素晴らしいと思うよ。確かに、うん、いやもう早みたいな、それより前ね、もうステージを早みたい。だってまだ聴きたい曲聴けてないね。もう CD 買ってからね、まだ聴いてないね、一回も。そう、せっかく買ったのに聴いてないよな。そう、早く聴きたいし、あと最後の文化祭で歌う曲が早く、あ、演奏する曲が早く知りたい。それ聴いたらやっと聴けるから、うん、アルバムやろ、アルバム、うん、手にしてんのにな、だいぶ前にな、もう、うん、ちょっとそれを楽しみにしたいと思います。はい、はい、ということで今回はぼっちザロックシーズン1の11、12進法だってるの夕焼けかな、うん、を見させていただきました。最後悲しいけど超楽しみなので、よかったら一緒に見てください。はい、はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。十二進法ってなんか習ったけど、何やったっけ、何やったっけな、聞いたことはあるけど、うん、寝てたもん、寝てたからあんまり覚えてない。何